能登半島地震で被災した石川県輪島市の小学校で延期されていた大谷翔平選手のグローブのお披露目会がありました。大谷選手は去年、全国の小学校にグローブを送っていて、今日午前、輪島市の9つの小学校でも子どもたちに渡されました。グローブは年末に教育委員会に届いていましたが、地震の影響で休校が続いたため、この時期のお披露目になったということです。子どもたちは早速キャッチボールを楽しんでいました。久しぶりにできたのが大谷選手のグローブで、楽しかったし嬉しかったです。大谷選手、グローブありがとうございます。ありがとうございます。